はいそれではですね。えっと監査法人へ就職前に欲しいスキルというタイトルでですねガイダンスをさせていただきたいと思います。レック専任講師の草加です。よろしくお願いいたします。 えっとまああのね今までのあの高田先生の講義はですね非常に大事な私もちょっと聞きたかったあの講義でですねあのちょっとあの勘違いして遅れてしまったんですけどあのなのでそっちは本当に重要な話でこれからやる話はですねあのまあ実務で役立つあのスキルとまあ就職前に欲しいスキルということなんですけどまあちょっと気楽にね聞いていただければと思います基本的に今日はあのちょっとお配りしているレジュメではですねあのエクセルがどうなんだっていう質問をですね。 すごいあの受けるのでまずエクセルのことをやるのとあと確認ですね残高確認上って一体どんなもんなんだっていうことを意外と皆さん意外とというかな私も受験生時代に全くあの触れたことがなかったので、まあ、残高確認についてもねちょっとあの今までの監査論の勉強の延長線上で、えー、見ていきたいと思います。でその前にまあちょっと簡単にですねあの概要を、えー、話していきたいと思うんですけどもあの正直ですね タイトルはすごくね監査法人就職前に欲しいスキルって書いてあるんであのなんかこう必要なのかって感じですけど正直ですね今監査法人人が全然足りないんですよなのでまあ会計試験合格してですねあとはあのあのまあすい変な言い方ですけど日本語が喋れるかどうかぐらいのね話でですねあのごもう監査法人取ってくれるっていうレベルだと思いますちなみに私が受かった時もねすごい人数が足りなくてですねで雨の中面接に行ったらですねあ 今日雨の中、面接に来てくれたんだったらもう合格だねみたいな感じでですね面接始まって10秒ぐらいでなんか合格が分かってしまったというね状況だったんですがおそらくねその時より今人が足りないんじゃないかなと思っているんですよ。なのであの正直、欲しいスキルというかまあ別にスキルはねもう合格あのしていればですねあの特にあとは問題ないんですがその入ってからですねあのまあ比較的、もう特に社会人経験のある終わりの 方でですね、あのにとってはもしかしたら当たり前すぎることなのかもしれないんですけども、私なんかは学生ね、そのままあの学生の終わり頃にですね、勉強始めて無職期間を通じて合格してますので、ちょっとね、戸惑ってしまった点もあったので、まあ、そういった意味でエクセルとかですね、えー、説明をさせていただきたいと思います。で、えっ、ー、とあとはですね、ちょっと先にエクセルとかに行く前にですね、あのー。 まあちょっとここは余談ですけど監査法人ねどんなところかっていうことで監査法人のまあ概要ですけどもあの監査法人はえと基本的にですね皆さんあのどこにしようか迷われてると思いますけれどもあのまあえともし監査法人に行かれるんであればねそういうことを言うとあの中小規模の監査法人に怒られちゃいますけどもまずね大手監査法人は1つねあの 経験としては行かかれるのもいいかなといいううふうに思いますで、えっとまあ、なぜかというとです、ねまあ、別に中小でもいいんですけどもあの大手はです、ね、やっぱり研修制度とかしっかりしていてですねであの、まあ、必要なスキルがあの、まあ、身につくということでしかも、ね、いろんな業務がありますので偏った業務にならないとで例えば、ね、皆さんの中で、えっとまあ、好きな会社とか嫌いな会社ってあると思うんですけどもその例えば好きな会社 の監査をどこの監査法人がやっているかというのは有価証券報告書を見れば、ねえー、分かりますのであのエディネットというエディネット皆さんご存知かもしれないですけども一応、ちょっと書いておきましょう。あの エリネットっていうまサイトでですね、金融庁のねサイトでここであの有価証券報告書をですねあの手に入れていただいて、そこがね後ろに一番後ろに監査報告書がついてますから、どこの監査法人が監査しているかっていうのを見てですね、でその監査をしたいなとか思えばですね、えその監査法人を選ぶっていうのも一つの手だと思います。で、あのちょっと戻しますけども、なのであのまあねえっと。 大手、まあ、中小でも、ただ中小でも一つ、ね、あの全く問題なくて。あのー 人は足りてませんのでどっちにも入れると思えば、まあ、特に大手の場合は年齢制限とかもあるかもしれないんですけどもあのとにかくでも人が足りないで年齢制限がもしあったらね中小規模の監査法人でも全然いいので,で中小規模でもいろんなクライアントがあるような、ね、監査法人に行くと、まあ、比較的勉強になるかなと思いますであの一般的に普通に就職されるとですね、まあ、あの私の、えー、と非監査会社私が監査していた会社の 経理の人で,です、ね、28歳で10回転職してるっていう人がいてです,、ね、あすごいなと思って、まあ、そんだけ経験できれば逆にいいなと思うんですけどおそらく普通だとそんな回数はないと思うんですね。で監査法人のいいところはやっぱりあの1年間監査法人にいればです、ね、おそらく、まあ、最低でも5社。 多ければ社社以上ね会社を経験できるとそうするとですねあのやっぱ3年間も監査法人にいれば多い人だと30社とか40社の会社に監査に行くことができるのでもうありとあらゆるですね会社の経営方針とかねその会社の、まあ、経営方針もそうだし会計処理の方法もそうだしあとビジネスのねビジネスモデルも分かりますのであのそういった意味で、えー、いろんな会社を経験できるだからこそですね会計士は3年間ぐらいしたら独立するっていうこともね結構多い 多くてですね私も5年ぐらい監査法人で独立したんですけどもあのそういったことも全然可能なのでまあ,あのいろいろ一般企業に入るっていうことも選択肢にはもちろんありますしあとはね一般企業の経理あるいは内部監査部門とかね、まあ、いろいろ入る道はあるんですけどももしねえっとそんなに監査法人がどうしても嫌だってことじゃなければあの、まあ、監査は一度やってそしてねその後3年ぐらい経験した後にですねあの その後の自分の道を決めるっていうのがまあいいかなというふうに思っています。 でえー、とちなみにあのこれは本当余談ですけど監査法人は、ね、あの法人にもよりますけど例えば自分の席がないところが結構多くてですねで職場もあの要は監査チームごとに移動しますなので自分がです、ね、A という監査チームに入った A という会社の監査をする監査チームに入ってでそこで1週間仕事したら今度 B という会社の監査チームに入ってまた1週間仕事するで今度 C というか監査チームに入って1週間仕事するあるいは同時並行でね 進むこともあるんですけど、まあ、そういったことでですねあ,の、えー、ある意味大変ではあるんですけども面白い環境でありしかも、まあ、あんまり これ同時放映の中で言うのもあれですけどあ,の、まあ、あ,のあんまり馬が合わない人とかも中にはいるかもしれないんですけどでそういう場合もですね1週間単位ぐらいで、ね、チームが変わりますのであ,のあんまり、ね、人間関係で、ね、悩むというかそういうことはあんまりあの、うん、ないんじゃないかなと思いますね。であと休暇もですね一応ちょっとあの必要なスキルっていうタイトルなのにあれですけど休暇もあの基本的に3週間ぐらい休暇を取ったり、ね、することもできますので。あの えーまあ、そういった意味ではあの比較的自由,な自由度が高いとしかもあの男性でも育休とか取れますしねあのなので環境としてはです、ね、非常にしかも、えー、女性の方でも育休3休取った後に戻ってきてもです、ね、あの別にその後何か、ね、仕事がなくなるでもなくです、ねまあ、むしろ大変なぐらい仕事がまた降ってくるという環境であの全く男女差別もないしです、ね、あの非常に、えー、環境はいいかなと思います。 どこかで聞いたことあるかもしれないですけどあの公には聞かないかもしれないで言いますけど、まあ、34年とかね5年ぐらい監査法人って経験して一旦辞やめた場合にあの例えば中小規模の監査法人とかで、えっとまあ、パートみたいな形でですねいわゆる非常勤という形でですね、えー、監査をやることもできるとでもあの、まあ、ちょっとね、えっと、皆さんからすればちょっと想像以上の単価でですね1日 運っていう感じでですねあのもらえるというようなパートっていうのは普通にあってですねなので、まあ、あのその後、ね、あのどうするかにせよ、まあ、最初の3年とか5年ぐらい監査法人で経験するとそういった道もあるかなという,ふうに思いますで5年ぐらいしたらじゃあもう自分は税理士業務やるんだと、ね、私も税務業務今やってますけどもそれで税務業務やりつつです、ね、監査もやるというような、ね、形のことも取れますので、まあ、あの幅を広げるためには監査法人はいいかなっていうのが1つあります。で ちょっとごめんなさいスキルの話だから、えっと、元に戻りましてでじゃあちょっと申し訳ない、いろいろ、ね、あのコンサルティング会社行きたいとかいう方もいらっしゃるし社会人経験がある方もいらっしゃるでしょうしちょっとあの状況はいろいろなんですけどもまず、監査法人をとりあえず前提とするとです、ね、まずはやはり皆さんの監査論で勉強された通りリスク評価手続きの最初で 内部統制を含む企業及び企業業環境の理解ねこれがですねやっぱ監査をやるにあたっては一番重要なんですよあの。会社がどんな業務をしてるかっていうのが分かんないとあの本当に監査できません。でこれ本当に冗談なじゃなくてですね私あのゲームはもうあのそれこそ小学校ぐらい以来やってなくてですねそれでネットゲームが私が会計士を受かった十数年前に、えっと、ネットゲームっていうのはほぼあんまりまだ今ほどなかったという状況であのネットゲーム ゲームでお金を出してアイテムを買うっていう意味が分かんなかったんですよ。つまりネットゲームでお金を出してアイテムを買ったら何かアイテムがに家に郵送されてくるのかと本気で思ってたんですね。でそんな状況でネットゲームの会社のかネットゲームを運営している会社の監査に一番最初に割り当てられていくことになったんですね。そしたら在庫を見たら棚卸しさんがないんですよ。あれと。 ネットゲームでアイテムを買ったらなんかアイテムが送られてくるんだったら在庫があるんじゃないかと思ってその時点からですねあやっぱ会社のことを分かってないと監査全くできないということに気づいてですねでなので皆さんはですね、まあ、あの行きたい業界とか希望がある程度、もし終わりになればですね監査法人に行ってこういう業界の例えば飲食業の監査をしたいとかね エン,エンターテインメントの監査をしたりとか IT 系の監査をしたりとか何かもしあればです、ね、あの一番いいんですけどもでそういった希望というのは監査法人で多分聞かれます。 なのでこの会社の監査したいとかねあの有名なあのえっとまあいいかなここだったらねオリエンタルランドとかなんかみんな監査行きたくてですねあのディズニーランドね運営してるところであと水族館なんかをね監査とか行くとなんか魚数えたりするらしいですけどもそういったところとかね私はねあの某有名なホテルに監査行った時はそれは良かったですねあの監査ってね普通は非監査会社の会議室を借りて そここのの会会議議室室にこもっってて監査をすすするんんでででけどたたたまたまそそホテルで会議室が空いてなかったんですねそしたらねスイートルーム入ったこともないのにスイートルーム割り当てられてですねそこで監査をしたんですけど、まあ、逆にあの泊まれるようになってるんでねあの忙しかったらそこに泊まればいいってことになっちゃって結構大変な監査になっちゃったんですけどまあそういったねまあ、いろんな業界で監査できるということがあってじゃ どの業界にするにせよ、まあ、ある程度ね自分で特化する業界を作ってもいいと思いますでそうなった時に、まあ、どこでもいいんですけどあのビジネスの理解がないと監査はできないのでちょっと月並みかもしれないですけどあの特に学生さんなんかはね業界地図とかですね本で売ってますので事前にですね業界地図なんかを買われてですねあの業界のことねどういうビジネスモデルなのかっていうことを、まあ、理解しておくとあの一つねいいかなというふうに思います。 思いますで、えー、と続けて国際部門に行きたいというふうに、ね、思われてる方もなんか、ね、いらっしゃると思うんですけども私はあの行きたいと思ってなかったのに勝手に国際部門になっちゃって大変な思いしたんですけどあのその場合はですねあのやっぱり、えー、としゃべれなくても 聞けなくてもまだいいんですけどあの英語の,あの資料を読める必要はやっぱりあってで私なんかもそんな英語得意じゃなかったんですけどやっぱり5年間ぐらいですね国際部門みたいなところにいるとあの監査とか会計で使う英単語とかレポートはだいたいやっぱ読めるようになりました。でそれはいればなるんですけどただね最初本当につらくてなんでもし国際部門に行きたい方はですねあのちょっとなんか横文字ばっかりであれなんですけどあの Cool. 英英語語のの、ね、バティックっていう、ね、英語の検定があるんですよちょっとこれ何の略かすいません分かってないんですけど「バティック」っていう英語の検定が英語での会計の検定があって別にこれを受けてくださいってわけじゃなくてバティックの本をですね、えー、まあなんか一冊ぐらいあるとそこに感情科目英語でのね感情科目が載っていますのでそれなんかをですね事前に知っておくとあの明らかにねあの違うと思います。でここれれはねこれも私そのネットゲームのの会会社社が海外の会社だったんですよ、ね で行ったらですね財務諸表がもう会計試験受かってたからもうねあのよしもう受かったとか思ってちょっと別に調子に乗ってるわけじゃないんだけどああ受かったと思ってね結構あの行ったらいきなり会社に行ったら財あの資産表を見たらですねこの T,、まあ T の字っていうか資産表を見たらですね 全部感情科目が英語なんですよでもうこりゃまいったと思って最初の1週間で乾燥陣やめようかなと思ったぐらい本当にこれ大げさじゃなくてねだってネットゲームのことはわかんないし英語の財務処分は読めないしでもうどうしようかと思ったんですけどただね慣れてくると正直なところあの分かってきます。例えばあの 売掛金というのは AR って言うんですね AR っていったら監査報告書ぐらいしか思わなかったんですけどアカウントレシーバブルの略なんですねで買いかけ金とかね未払い金未払い費用は全部ねまとめてアカウントペイアブルって AP っていうの略するんですけどでなんかどれなんだか一体よく分かんないなとかね思ったりまあそういうのもあってですね、あのー バティックの本に載っているような英単語を知っておくと勘定科目が読めてもし国際部門に行きたい方はですねまあいいかなと思いますね。はい、であと、ですねあのよくこれもまあ特に学生さんに聞かれるんですけど私、ブラインドタッチできないんですけどって言われますけどこれ大丈夫です、これはすぐに、ね、あの監査やってればすぐできるようになるのでそこらへんはいいと。 あの後で解説簡単にねやらせていただきますけどワードよりもやっぱりエクセルを多用します。監査聴取を作るのはでやりますほとんどねなのでエクセルの知識しかもエクセルの中でもあの「監査で使う関数」ってね本当に決まってますので今日のレジュメでつけてます。もうあの逆にねそんなの知ってるよっていうね社会人の方はちょっと申し訳ないんですけどあの私は正直自分の時に置き換えると何も知らなかったのであのまあそういう方には意味あるかなと思って。 えっとレジュメを作っています、はい、なのでまあちょっとエクセルをできるようにしたいというふうなことはありますね。であとですねまあ年次が上がってくると例えば2年目3年目4年、まあ、3年目4年目ぐらいになってくるとワードでレポートを書くとか、ね、あとはパワーポイントであの資料を作るっていうね監査が終わって監査結果の説明としてですねパワーポイントを作ったりしますので。 まあそういった意味でですねえっとパワーポイントとかもワードとかもまあ年次が上がることにねあの必要になってきますけどまずはやっぱり監査調書は基本的にはエクセルで作るということになってます。であとですねあの事前にちょっとねえっと知っといた方がいいというのはあの人件費関連のことがね皆さん多分私もそうなんですけど会計師 <laughs> 試験の段階では 人件費って結構弱いいんんじゃないかなかと思うんですよねおそらく日商簿記検定2級で預かり金とかねなんか社会保険料の預かり金とか源泉税の預かり金とかなんかそんな仕分けやった記憶あるかもしれないですけどおそらくです、ね、そういったものをあの会計試験の中でまともにあのその後やった記憶っておそらくあんまりないんじゃないかなと思っていてただ会社に行くとですねもちろん人件費の勘定科目で言えば給料とかね、えー、役員あの、えー、福利厚生費とか法定福利費とか いろんなものの監査をしなきゃいけないわけですからそういった社会保険に関する知識もです、ね、もちろん社労士さんレベルで必要なわけはないんですけどあ,のある程度ね社保の社会保険の仕組みっていうのもある程度知っておいた方があの事前に、ね、今やっておくべきとしてはいいと思いますで監査法人入ってからだと、ね、仕事で忙殺されてです、ね、あ,のあまりその社会保険のこととか勉強する時間もなかったり、ね、しますのでそれで、ね、今一番私が逆にいいかなと思うのは 経理の人がけあの新卒で経理に入る人が読むような経理入門の本なんかはね。結構ね。あの立ち読みでもしておくといいと思いますね。あのまず簿記一巡の流れがですね。おそらく会計試験ちゃんとやってるから難しいことはわかるんですけど、まあ、そもそもね。あの帳簿組織とかって皆さんあのそんなにこう苦手だったり。あんまり。 日照検定でやったりぐらいなのであ,のあんまり意識されてないと思いますけどやっぱりね会社の経理の人は総勘定元帳とかねあの補助元帳とかっていうのは普通に出してきますしその、ね、つながり帳簿間のつながりっていうのはむしろ会社の人非監査会社の人の方が詳しいぐらいですからそういった意味であの経理のむしろ財務省を作る側の、ね、人たちが読むような入門書でそこに社会保険とかの、ね、仕組みとかどういう仕分けを切ってるんだとかいうのが書いてあればですねまあそういったものをですねちょっとあの 今の段階でね見ていただくと、あのー、このまさに就職前に欲しいスキルという観点からはですね、まあ、あのー 意味があるかなと思いますこれはねほんと私が監査法人入ってみてあやっとけばよかったと休みの間にやっとけばよかったというふうには思いました、まあ、ただねあの一方であの学生さんの方とかであのとか私みたいに無職でやられてた方はこんなに長い休みはないですからあの本当はあんまりねあのもうそこは割り切ってですねもうこんな長い休みは一生に二度とないんだと思ってですねあの、まあ、休んでほしいんですけど、まあ、ただあの、ね、最近意識の高い方が多いしここに来られてる方はねそういう そういった意味で,です、ね、あの何をやっとくかというとまさに今みたいなことをやっておくとい,い,と思いますあとはですねあの、まあ、これもちょっと社会人経験のある方にとってはねあのちょっと余分な話かもしれないんですけどもあの監査手続きでですね、まあ、一番、まあ、メインとなってくる監査手続き勘定科目、まあ、売り上げとかねあの仕入れ っていうまあ科目がもちろんあ,るありますけれどもじゃあ売上とか仕入れ勘定を監査するにあたって、えー、とどんな証拠書類が必要かっていうのってパッと出てきますか私は少なくとも監査の勉強だけしただけだと全く出てこなかったと思いますねただ最近は皆さん換気法ちょっと難しくなってますから少しね思い浮かぶかもしれないですけど売上をじゃあ正しいかどうかを監査するといった時に何が必要かと。 うとでしかもですね皆さん監査論で学習されている通り、あり基本的に監査証拠はやっぱり外部証拠を、ね、入手して欲していんですねで外部の方が内部証拠よりも証明力が強いというのもやられたと思いますしあとは、ね、口頭よりも書面の方が、ね、監査証拠の証明力が強いということで今ですねやはり基本的に実証手続き詳細テストやる場合は。 あの売り上げとか仕入れに対してね詳細テストをやる場合っていうのは基本的に外部証拠を入手しないいいいとと監査やったという,ふうに言えないぐらのでじゃあ売り上げで何を入手するかっていうとまずですね売り上げはあのこの辺もちょっと知っておくとねあのいいと思うんであえて言ってるんですけどまず売り上げっていうとこれは 不正考えるとです、ね、架空の売り上げっていうことがまず一つ、ね、ポイントになりますので架空じゃないことをまず証明するために一つはねこれ注文書ね、えー、とごめんなさい注文書これで先方さんから何か注文があったっていうことを確かめるために 注文書っていうのを入手するとでこれで先方さんが1000万円の機械を買いたいということであればその注文書を見てです、ね、取引の実在性を、ね、確かめるということで売上で本当にあったかという意味でまず注文書があるかどうかでこれ実在性を検証することができると。でえー、と例えばですねあとじゃあ 売り上げをこれま,あまだ現在日本の会社で結構多いですけども出荷基準で売り上げを計上しているとそしたら出荷をしたタイミングが売り上げの計上の,形状の、ね、タイミングなわけですそうすると何が必要になるかというとですねあごめんなさいえっと送り状の控えね送り状控えとで送り状を控えて何かというと皆さんがあの 宅配便って言ったらいいのかな、まあ、宅急便でもいいですけどあの物を送る時にですねあの複写式の紙を書くと思いますね。で皆さんもらいますすよねねね何かね郵送する時、ね、でそれなんかは必ず会社は保管してますので本当にね物を売ったっていう事実があって物を言う送ったっていうことがあればこの送り状控えが残ってるはずです。で送り状控えっていうのは何で外部商法なのかっていうとねあの,その 配送会社に配送会社にですね その送り状を書いたらそこで配送会社がハンコをついててくくれれれますよねををしてくれるとそれで配送会社が物を受け取ってくれたっていう証明になりますのでその先方の、ね、配送会社の「ハンコを持ってその日付が売上げの形状日付だっていうふうに判断するんですね。なので売上げに関してはねまずこの注文書とかあとはですね送り状を控えであるいはじゃ物をね手渡しというか例えば工場で、えー、と受注生産品でですね何か工場で作ったものを 工場までお客さんが取りに来たとしたらどうするかというと、お客さんがね。工場に取りに来たんであれば。受領書っていうのをね。会社は必ず保管してるはずなんです。 つまり受け取りましたよという受け取りのサインをです、ね、あのお客さんからもらっているはずなんですね。なのでもし物を送るんじゃなくて何かです、ね、物をその場で現物をお客さんに渡しているんだったら受領書というのを見るとそれ、ね、受領書にちゃんと先方のサイン受け取り側のサインがあればです、ね、それがあの、まあ、一つの、ね、監査証拠になるということで。で じゃあこれだけ言ってもですね多分私が多分同じ状況だったらよく分かんなかったと全く経理もやったことなかったんで,、ね、でそうした場合にこれはね。 この注文書とか送り状控えとか受領書って今、便利ですから, Go から Google かなんかで、ね、検索していただいてあのフォームを、ね、こんなものなんだっていうのをちょっと見ていただくとあるいはま本屋さんで何かそういう経理の入門の本で立ち読みしてもいいですけど見ていただくとイメージ湧きますのでこういった、ね、実務的な書類はあの今の段階で見ておくと正直いいと思いますね。これ、ね、あの監査が始まってあのいきなりですねじゃあ 非監査会社は皆さんはもうねあの合格されてるからもうあのいきなり先生って呼ばれる可能性もありますからねでそうすると皆さんはもう会計試験受かってるんだからこんなね注文書とか受領書とかね送り状控えとか分かってるでしょっていう感覚でですねドンとね資料を出されちゃうわけですよ。でそうするとあのこもう私なんか、ね、その英語の財務書評で ね、しかもなんかネットゲームのことも分かんない上にですねなんかあのこんな請求書とかねいろいろあごめんなさい注文書とかですねいろんなものをあの渡されてなんかかなりねあのー 困った記憶があるんですけどもそういった意味でどんな資料が渡されるかということでこの注文書とかね送り状控えとか受領書なんていうのをネットなんかで検索されておくとあこういうふうに見ればいいんだということがあの分かってきますのでこれを見ると逆に仕入れはねこれ何でしょう仕入れた時物を仕入れた時にあの本当に仕入れたかどうかっていうことやあの、まあ、仕入れた、ね、金額が正しいかどうかっていうのを確かめる場合って何を見たらいいでしょうかね。 これはね、まあ一番これ分かりやすいのはねえっ、ー、と請求書。 ね、請求書これは先方さん買ったあの売り主からね自分に対して会社に対して届くわけです売り主から会社に対して、えー、これだけお金を、ね、いつまでに払ってくださいっていうことが届くわけなのでそれでねこの請求書にはいくらいくらで、えー、といつ買ったものをいくらいくらでっていうふうに請求書に書いてあるのが通常なのでこれを見ることでね取引の実在性とかですね、まあ、金額の、ねまあ、評価の妥当性なんかが分かるとちょっと言い忘れましたが売上はねこれ注文書を見ることで あの金額注文いくらのものを買いたいですって言ってますから注文金額が分かるとまあね金額評,、まあ、評価の話が分かるとなのでまあ仕入れはこの請求書でこれ請求書皆さんまあご存知の方はいいんですけど英語でねインボイスと。 もう言いますでインボイスとかいきなり渡されてですね何のこっちゃって感じで私ね、ね学生上がりだったんで何だと思ったんですけどインボイスってのはこれ請求書のことですからあのこれ、ね、渡される資料で結構戸惑いますからねあのそういうのに今の段階で慣れておくといいとだから、まあ、ちょっとね9月22日ですからねあの発表まで2ヶ月切ってますけどあの本当はね なんか1週間とか2週間の会計事務所のバイトかなんかがあるとねものすごいんですよあの私の知人はそれでやってましたね会計事務所のバイトであの2週間ぐらいですねあの会計事務所に行ってそうしたらねこのインボイスとかねこの請求書とか注文書送り状控えとか全部大体一式見れますからねそうすると一、まあ、ついいとあとですねまだ間に合うんですけどまあそんなの今更やりたくないよって方はいいんですけど私が一つやったのはね9月の30日って基本的に第2四半期の あの末日ですよねで第二四半期の末日で棚殺しをねやる会社があるんですよ。 棚卸しなのであの棚卸しに立ち会うのは会計士ですけども棚卸しのバイトっていうのが、ね、意外とあって1日だけのバイトなんですけど、ね、私は、ね、受験の合格発表を待ってる間に棚卸しのバイトをやりましたねそれで実際本屋さんで,です、ね、朝5時ぐらいから行って本を数えるんですね。で本を数えて何冊ありましたとかって言ってあのあそれに会計士が立ち会うのかっていうのはちょっとイメージがついたので、まあ、そういったねあの棚卸しをやってみるっていうのも、まあ、ちょっと多分あの意外と募集してる可能性もあるんですけどまあまあ,あの もえー、実際実務に出たら皆さんは多分あの受かってすぐにですねいきなり棚卸し行ってくださいなんて言われちゃいますんであの右も左も分かんない状態でね棚卸しに行くよりはマシかなというのはありますけど、まあ、そういったのもありましたね。で、えー、とちょっとそんなこと話してるともうあんまり時間がなくなってくるので、えー、と先にですね、うんと excel のことだけ、ちょっと簡単にやってしまいましょう。あのまずですね。このこっちのね。レジュメえ、監査法人就職前に欲しいスキルっていうことで、実務に役立つ Excel という方、あの実例じゃない方ですね。実例じゃない方を見ていただきたいと思います。で、もうこれ知ってる方に本当申し訳ないんですけども。この？ 5つの関数もうこれがですね、Excel ではもう監査の長所を作るのでオンパレードになりますのでこの5つの関数は、えー、っとここでね、ある程度理解していただいて、まあ、できればね、あのこれ、もうちょっと詳しくであれば本当に自分、ご自身で Excel でちょっと入力してみる、まあ、これで分かる方はいいし分からなければちょっと立ち読みも、ね、含めて本屋さんとか見ていただくといいんですがあのこの関数はですね非常に重要でむしろですね、あの 何年か前にはねこの関数をですね皆さん PC の前にね座っていただいてあの実際に PC を動かしていただくっていう講座をちょっとやったことがあるんですけどなかなかねちょっとやっぱりあの人数が限られちゃうのと同時放映できないっていうのもあってですねあのちょっとなかなか最近実現しないんですけどまあなのでとにかくちょっと今ここで機上でねやるのでなかなか分かりにくい特にこの Excel の関数っていうのはあの正直自分でパソコンに入力してみないと分かりにくいので、えー、とまあうーん ちょっと復習を、ね、していただきたいんですけどでこの5つの関数ですでもう知ってるよって方はちょっと聞き、まあのね、流してほしいんですけどまずじゃあ1個目見ていきますねこのラウンドっていう関数ねラウンドはこれ死者誤入する関数です死者誤入する関数でこれなんかもですね監査調書を作る時にあるいは重要性の基準値をですね算出して重要性の基準値をじゃあ切り上げるのか切り捨てるのか死者誤入するのかとかねあるいはあのー あのこれもねちょっと細かい話ですけどものすごい実務的ですけどあああいつ言ってたなと思って実務出られたら思っていただけばいいんですけど大体ね有価証券報告書とかに載ってる比率ね比率は誤入なんです比率例えばなんだろうなあのちょっと UFO に載ってるかは別にしてあの売上高 ま、営業利益率とかそういったね。あの何らかの指標の比率があると思います。流動比率とかね。固定比率とかそういうのは四捨五入で求めますので、あのそういうのを監査で検証したいときは四捨五入するためにこのラウンドっていう関数を使ってですね。ラウンドでここに数値を入れます。これね、えー、関数でここの中に数値を入れて桁数を書くんです。これはどういうことかというと小数点第何位まで。 求めたいか例えばじゃあ何でもいいですけど例えば、うん、30.82まで求めたかったら小数点第2位まで求めたければここの桁数は2と入れます。 ね、30.823まで求めたければここの桁数は3と入れます。なので小数点以下の何桁まで求めるかっていうことでここの桁数を入れてあげると自動的にね四捨、えー、誤入してくれるということになりますので30.823だったら30.82まで求めたければここの桁数は30.82でカンマ2とやればですね30.82まで計算してくれるしえー 3桁までやればとと入力するとでこれはラウンドっていう関数はですね自動的にここの数値のところに数,あの数値を入れれば四捨五入してくれる関数ですけどその他派生する関数としてですね「あのー、ラウンドダウン」とね「ラウンドアップ」っていうここの「ラウンド」っていう文字を変えてね、えー、入力すればそれはですね「ラウンドダウン」は切り捨ててくれます。 なのでえっ、ー、とラウンドダウン数値で桁数をやればその桁数まで切り捨ててくれますラウンドアップは切り上げてくれますという関数なのでまあ、ちょっとこれはですねあのいざエクセルでちょっとやっていただくといいんですけども切り上げ切り捨て四捨五入の関数がここにありますでですね次ちょっとごめんなさいね次行きますアベレージっていう関数もありますでこれはじゃあねどういう場面で あの使うかっていうとここに書きました通り例えばね重要性の基準値でこれ基準覚えてますかね環境重要性の基準値で一般的な営利企業で製造業をやってる会社の場合税前利益に5%をかけるのが妥当であるっていう環境はあったと思うんですよでその場合よくそれ本当に実務上やるんですけど重要性の基準値の時にじゃあ税前利益の5%をかける時はよくあるんですけどただ今年の税前だけだとねちょっとブレが生じるので 去年とか、直近5年分の税前利益を平均して。それに5%パーかけたのを重要性の基準値としようっていうこともあり得るわけです。重要性の基準値は、あくまでも監査人の判断で決めますので。別にね、重要性の基準値、こう決めなきゃいけないというのは何もありません。だから、売上高ベースで売上高の何パーセントっていうふうにして。重要性の基準値決めることもあるし。税前利益を基準にすることもあるし。純資産を基準に、え、重要性の基準値を決めることもあるんですけど。そういったときに、例えば、じゃ、過去ね。 5年分のとか3年分の税前利益の平均を出したい場合はこう打てばいいですねアベレージでこれ3年前の数値2年前の数値1年前の数値これ3個間まで区切ればねこの3つの数値の平均が自動的に計算されると。 ということになりますなのでちょっとごめんなさいあの段取り悪くて申し訳ないですこのもう一つの実例の方を見てもらえますかね、えっと、もう一つの冊子の実例の冊子でまず最初にですね1ページ目実例の冊子の最初めくっていただくと例えばね自己あのちょっと戻りますけどもこれです自己資本比率52.6782424%を四者誤入する場合はをす で小数点第1位まで求めたい場合は、こういうふうにやるんです。ラウンド52.6782424、これで小数点第1位まで求めたい1とやると、この結果はですね、この,のマスに、この上のエクセルの1マスにこの式を,の式を入力すると、結果としてこの数字が入力されます。でこれ0はわざと0にしたんですけど要はこれ 小数点第1位まで求まってあとはもう000っていう意味でこれねちょっと0はまあ,あのこれ以降はないよっていう意味で0にしたんですけど要はちゃんと小数点第1位までしかも52.67の7を四捨五入して52.7ということでこの関数を打つと自動的にこの四捨五入した値が出てくるとでえっと次にですねアベレージの場合はじゃあこれね ここういういとです次のページ行っていただいて、えー、過去3年間の税前の平均を求めるということでじゃあ税前利益が ×1 年度は1億円 ×2 年度は2億円 ×3 年度は3億円だったとこの時にじゃに平均出そうと思ったら資格の中にですねイコールアベレージ123とこれカンまで区切ってあげて打つと自動的にこの平均が計算されて2という数字がけ自動的に計算されると。 いうことになりますはい、でじゃあちょっとですねこの,あのもう一個の実例じゃない方の冊子に戻っていただいて今度2ページ目実例じゃない方の冊子の2ページ目です。であの ABS っていうね ABS っていう関数が ありますでこの ABS はね何かっていうと絶対値を取るとでぜ絶対値を取るって、まあ、数学ねあんまり得意じゃないなっていう方は何だったかなって思うか、まあ、あのもしれないんですけど、まあ、あのこれ絶対値を取るは実例でありますが例えばね監査でどういう場面で使用するかっていうと。 これいいですかねなかなかここの会計上の見積もりの監査って皆さん苦手だと思うし我々も本当に難しいんですけども会計上の見積もりの監査において監査人の独自の見積もりと経営者の見積もりとの差額である、ね、虚偽表示金額を算出する時にこの ABS っていう関数を使ったりします。じゃあ実実例例見てみましょうかののの方のですね、えっと、その 税前利益の次のページね実例の方でこんな感じで実例が書いておきましたじゃあ虚偽表示の金額を算出するにあたって経営者の見積もり金額まあ貸引きなら貸引きでもいいですよ経営者は貸引きを1000万円と見積もりました。 で監査に皆さんはですね最善の見積もりをしたらいや貸し引き1250万が正しいよねというふうになったとしますその時にまあもちろんねあの二この二から一引きゃいいんですよ二から一引きゃいいんですけど今これ例を単純化してますからあのもうとにかく一から二を引くっていう にね、あの何かこう決めてたとしたら1から2引いたら250万なんですただこのマイナス250万っていうのは要は差を求めたかっただけであの虚偽表示の金額はこれとこの、ね、2つの差ですから差は別にマイナスで出す必要がないのでその時はですね ABS マイナス250万と入れると自動的にその正の値ね絶対値ですからそれが正の値にしてくれるという ABS もね実はこんな簡単な場面だったら あのなんかそれはそうだろうと思うかもしれないですけど実は監査で結構使えますので ABS という関数も、ね、1つ知っておいていただくと,いいと思いますで何はともあれい番使うのはそのの後なんですよこ VLOOKUP とです、ね、戻っていただいて2ページ目 VLOOKUP と寒い船これはです、ね、監査人としては使えないと,ちょっと、ね、あの仕事にならない。 いいうぐらい大事なな関数なのであのむしろ私はここをやりたくてですね関数のところはわざ,とわ,ざわざレジュメを作ったというようなイメージで4と5は大事なんですでこの「VLOOK」はこれね関数の意味とか見てもねよく分かんないんですよ。 範囲を縦方向に検索して一致する値を求めた。こういうの見るから関数やんなっちゃうんですよね。もうこういうの本で見たらもうゾッとしますよね。私もこんなの見てもよく分かんないです。で、監査で使用する場面っていうのは要はね。これが実際には会社から入手した資産表 tb の。 Excel データを監査聴取に例えば移すと会社から資産、ね、表の Excel データをもらってそれを自分の監査聴取に何か移、ね、したりする時にあの場面がよく出てきます、これからその時に、ね、VLOOKUP 検索値、範囲、列番号検索の方なんかこういうことをやるとで,す、ね、あのできるんですけどこれはよく分からないと思うのでこ,の、ね、ここを見ながらです、ね、ちょっとあの画面上は実例のですね 次のページね、えー、実例の次のページをご覧いいいたただきたいと思います、えっと、皆さんお手元に先ほどね解説の2ページ目のところの VLOOKUP の関数を見ながらなんですけどもこういうふうにあってですねちょっともっとねいろんな場面があるんですけどもすごく単純化すると会社の資産表のデータをね、えー、こういうふうにもらいましたと。で これを、まあ、あのコピーペーストすればいいって話はあるんですけどあのコピーペーストじゃうまくいかないことが絶対現場では出てきてあの、ね、うまくあの関数で持ってこなきゃいけない場面っていうのが出てきます。だからちょっとその状況は置いといて単純化してこういう状況があった時にじゃあねこの皆さんの監査調書のこの資格の中にですね関数を使ってあの数値を埋めたいといった時に例えばね このじゃ棚卸し資産のところに数値を入れたいって言ったときに。どうやるかっていうとですね。あの。ここ映るかな。えっと。このね、ブイルックアップの。検索値のところにですね。検索値のところに。ここに。えっと。検索値のところに。棚卸。資産と。 入れてあげるわけです検索値のところに棚卸資産というふうに入れてあげるんですね検索値のところに棚卸資産と入れてあげてそれでですねじゃあ範囲はっていうと何かっていうと棚卸資産と入れてあげたときにこの会社の資産表でね範囲をですねこれエクセルなんでちょっとマス目のナンバーがついてるんですけどもここを範囲として選んであげるわけです VLOOKUP 検索値は棚卸資産で範囲はここの エクセルだったらこれ2行にしましょう、これが、Excel、が 2, 行だったとした2列だったとしたら、えっと、範囲を、ね、この2列を選択してあげます。範囲はここですと。で、列番号というのはです、ね、このどういうことかというと今、棚卸し資産ね、この棚卸資産と同じものを検索したくてここからです、ね、棚卸し資産を検索してあげます。で棚卸し資産をを検索してあげたその隣の隣数字を その隣の数値のこの2億、ね、5081万というこの数値をここに持ってきたいわけです。そうすると、ここの一番最初の列を1としたときにここの隣は2列目です。そうするとです、ね、ここの列番号のところに2と入れてあげるんですね。で、この検索の方は、ね、これは、ね、FALSE とこれは決まっているのでもうこれでいいんです。なので、VLOOKUP でどうやるかというと VLOOKUP ここで して棚卸し資産って入れただけでカンマ範囲はエクセルのここの範囲をね指定してあげるとそれでその後に列番号っていうのは2となぜかといったらここの中である棚卸し資産の隣のねここを1列目とした時に隣の2列目の数値を持ってきたいということでこの2列目っていうこの2を入れてあげると要はここに入れるわけです。ここに VLOOK アップという関数を入れてカッコしてね今の関数を入れてあげるとそうするとですねこの2億5081万7760がここの数値の中に入るということでまあこれはねちょっとあのここでやってみたもののなんとかこの画面上でやってくれって言われたんですけどやっぱりこれパソコンがないと厳しいですよね相当厳しいと思いますただあのえっとね言いたかったのはまあこれ手順もそうなんですけどあのこのね 会社の資産表のデータがあったらそれをです、ね、コピペじゃなくて。あのうん 例えばねなんでコピページはダメかというとじゃあ例えば、この監査調書と会社の資産表の勘定科目の順が全く違ったらどううでしょ勘定科目がこれめちゃくちゃでね受け取り手形、貸し倒れ引き金、えー、売掛金とか,なんか順序がめちゃくちゃだったら1個1個見てね1個1個コピーペーストしていくともうそれだけで時間がかかってそれがですね監査時間を延ばすことになるんですね。ねそ,それがこの中で 棚卸資産を選んでください。で、棚卸資産を選んだら、それの位置二個目の数値を。え、あの持ってきてくださいっていう関数なんです。ブイロックアップはね。そうすると、棚卸資産のここで。 もうどこにあろうがこのエクセルデータのどこにあろうが棚卸さんのところを選んで棚卸さんから2個目の列のところの数値をここに持ってきてくれるのでそういった便利な関数があるのでこれはですねちょっとあのなかなか時間もなくなってきましたが VLOOKUP というのはぜひご自身でエクセルなんかねちょっとナンバーズアップルの使われている方は <laughs> ちょっとそこは分からないんですけど まあ仕事でエクセル使いますのであのマイクロソフトのねエクセルでちょっとねこの v ルカップはあの復習というかですねちょっとあのえー まああのこ,こ,のこれを踏まえてです、ねえー、何か、えー、本とか、ね、立ち読みとかしていただきたいと思います。であともう1つ、ね、この寒いっていう関数もです、ね、あってです、ね、これもあのなんか条件に一致する数値の合計を求めるとか、ね、仕分けを集計するとか書いてあってこんなことが書いてあるんですけどこれは、ね、例えばどういうことかというのをちょっと簡単に紹介します。これは、えっと、実例の ところのこの最後のページを見ていただいてそれでね「サムイフ」というあの皆さんのお手元にねこの解説のところを見ていただいてでえそうするとね何をやりたいかというとこういうふうにね仕分けの仕訳帳を皆さんもらったとします Excel で仕訳帳をもらったとその時に現金預金だけ足したいと売掛金だけ足したいと売り上げだけ足したいとこっちの貸し方の売掛金だけ足したいという時にですね この寒いフっていう関数を使うと一発でででねこののの仕分けの合計を出してくれるんですであ寒、の、い、ー、フはですね、まあ、これもちょっとねえっとここの画面上で説明するのはちょっと、まあ、若干無理があるんですけどこれねどういうことかというと寒いフの後に範囲を指定して検索条件を指定して合計範囲を指定すると何言ってるかというと寒いフでまずですね、うん、とじゃあ でこの中でじゃあ検索条件は何にするかっていったらじゃあまずね現金預金を検索条件にしますだから範囲は範囲はここですで検索条件は現金預金で合計範囲はどこかっていったら合計範囲はここっていうふうにします合計範囲はここを選びますなのでちょっとね難しいですけど範囲はここなんです範囲は 範囲はここを指定して左側で合計範囲にはこの右側を指定するとでそうするとですねどういうことが起こるかっていうとで真ん中の検索条件は検索条件はこれは現金を気にするとここの中から左の範囲の中から現金預金だけを引っ張ってきてそこの横にある合計範囲のところの横にあるところを自動的に足してくれると。 それなので2億9,000万という数値が自動的にここに出てくるとつまりこの2億9,000万というのは実は寒いっという関数を使ってです、ね、この範囲を指定してあげて現金預金を指定してあげると ここで2億万自動的に仕分けを足してくれるとこれは皆さんね仕分けなんていうのは会社ではね何十本どころのね騒ぎじゃなくてあの何万本とかねあの何,万まあ何千何万という仕訳があるのでそれをですね皆さんが検証するために合計するにあたってはこの「寒いふ」っていう関数を使ってね範囲を決めてあげてここの中から現金預金だけを抜き出してその現金預金に対応するその右側にあるこの合計範囲にある数値を足してくるっていう 寒いふっていう関数をですね使うとえらい監査が早くなるということがあってちょっとね、まあ、ここあの、ね、やっぱりあの初めての,この画面上での試みですけどなかなかね、この関数をここで説明するのはやっぱりちょっとね、難しい、またあのこれなのでちょっとねあの、頭に入れといていただいて VLOOKUP と寒いフは監査法人に入る前にあのぜひあのご自身でできるようにしていただきたい関数だということはね、あのちょっと、えー、頭に入れておいていただくといいと思います。で最後にですね これもちょっとだけ知っといていただいて終わりにしたいと思いますが、ちょっとごめんなさいね。延長しちゃって、あの確認上ねで確認上っていうのは、まず皆さんが監査法人に入ったらですね。まず最初にやらされますね。で、確認上で私もね。あの全然ちょっとどうでもいい話なんですけどね。もう。 1>, 1, 年あの1回目論文でですね租税法の答案をあの理論のところ白紙にしてね落ちてしまった時にですねあのすごい仲良かったですが受かってです、ねあ「俺今日確認状を取りに事務所に戻るから」とか言ってすごい頭きた記憶があってねあの「俺は確認状やりたくてもできないんだよ」と思いながらねそいつはなんかすごい忙しそうにですねあの確認状をねなんかあの事務所に取りに帰んなきゃいけないんだとか言ってで皆さんもおそらく確認状をあの任されたら最初ね監査法人にあのん いうかな監査の現場に行ってですねで皆さん現場に行った後にそに現場から確認状を事務所に取りに帰るというかねあの要は確認状を皆さん発送するわけですから発送したその原本が監査法人に届いてるわけなので本当に原本監査法人に戻ってきたかなということを 確認しに、ね、事務所に戻ったりしなきゃいけないので結構、ね、最初の頃帰りが、ね、若干遅くなったりしますけどその確認状というのは一体何なのかというと皆さん多分勉強はされたけど原本って見たことないと思うのでちょっと、ね、あえてこの、えー、とガイダンス来てくださった皆さんにはあの一般的な原本をあの知ってほしくてです、ね、こういうふうなものだということでお渡ししました。こここここれどういうういととかというとです、ね、あのこの原本にまず、ねここの 左上にはこれ例えばじゃあえっと売掛金の確認状を作るんであればですね左上にですねここにあの得意先のね得意先の住所とか会社名部署名ということで得意先をねここに書いてあげるんですね得意先を書くとでえっと まあ書くって言ってもこれ皆さんが書くというよりは基本的にはこれ非監査会社が書きます。非監査会社にここに得意先を書いてもらってで依頼人はこれは非監査会社です。この確認状を依頼するのは非監査会社つまり監査をされている会社と。非監査会社。で、えー、っと、これでですね、あのまあ 債権残高確認ご依頼の件とか言ってですねで、まあ、背景とか記者、ますますこれいいんですけど挨拶もいいんですけどさて、今回当社の会計監査に関し、まあ、ここはあの監査人であるここあのあえて全日本監査法人は当社の記者に対する債権残高の確認を望んでおりますこういう文面で出すんですね。当当社社社社ののののつまり当社っていうのはこれ非監査会会です自分たちの会社の 記者に対するつまり、得意先に対する債権残高の確認を望んでいますで監査法人がということで、ね、つきましてはご多忙中、まあ、恐縮に存じますがと書いてあって、えっと、ご署名または記名応印の上何日までにの監査法人に直接ご郵送くださるようお願い申し上げますということでこれを出してですねじゃあ 監査法人にに直接返してくれれいうこれがまさに、ね、確認状と,、ね、というのは監査人が直接回答を入手する手続きということになりますのであくまでもこれは、ね、監査人に返してくださいねということがここで書いてあるわけです。 で何日までに例えばこれ何でもいいですけど31年の5月の1日までにとかね監査法人に返してくださいねとでもし相違がある場合には罰なんかこう書いてありますとで相違があればその明細をつけてくださいって書いてあってで例えばねここにこう書くわけです。下にじゃあ平成31年 3月31日現在の当社帳簿上の記者に対する残高は表 A のとおりですと言って表 A でですね例えばここに売掛金だったら売掛金とちょっとバツにしますけど売掛金で例えば1億円と1億円の売掛金があったらこういう形でですねここに記載をすると。この形で 先方に送るわけですちょっと全体映しますけどこの形で確認状を先方に送ると得意先に送るわけです。で皆さんはですね監査人ですから監査法人で皆さん確認状ってこれ得意先に何社もね送りますから例えばコントロール番号12番とかね振ってですね振ってですねで皆さんのここに自分の名前書くんですよ皆さんここに自分の名前を書いてで、えー、と送ると。 でえー、これを送ったらじゃあどうなるかというと先方はです、ね、ここの下に、ね、あの確認書としてこれ全日本監査法人恩っとなっていて当法、ね、の債務残高、まあ、そうですねこれ、得意先は得意先ですからこの会社が物を売っているわけですから相手からしたら債務になりますから債務の残高は表 A に対応しており相違ないことを確認します。つつままりり自分たちの債務つまり ねえー、とこの会社からしたら売掛金であれば、先方からしたら買掛金ですから、買掛金の残高はこれと相違がないっていうこともあるし、あるいはね、表 A については相違しているんだと。だから、あの、表 B に記載の通りだということで、いやいや、そうじゃないですよと。あなたのところの売掛金、私のところの買掛金は8000万しかないですよと。ね、いうことであれば、先方はこういうふうに回答してくるわけです。で、先方さんは、その得意先はですね、ここに、 会社名とか代表者名を書いて得意先が書いてですねこれを監査法人に直接返送すると。でそれでまあちょっと時間がないんでやめますけどここのね 1>, 1億円と8000万円の差は何かというとこれ確認債で虚偽表示なのかという話があってで虚偽表示なのかどうかという時にね例えばあの売った先当社はこれ売り上げを出荷基準で上げてますよと出荷基準で3月31日にまでの現在の売掛金が1億円だとでもあの出荷3月31日に2000万しましたけど先方に届くのは4月2日だとなった時は先方さんは買い掛金を8000万で認識しているはずなので、ま。あ その場合はね確認際は合理的だということでむしろ虚偽表示じゃないんですけどそこの、ね、差が生じた時には皆さんは実務上これをですね何の差だったのかと例えば今みたいに自分たちは出荷基準で物を売っているとでも先方は、ね、物が届いて仕入れて着火して研修した後に、えー 買いかけ金を計上するんだったらここの2000万の差っていうのは、ね、合理的だとかねそういった手続きを皆さんねまず入ったらすぐにやると思いますのでちょっと時間延長しちゃってすいませんけどもあの確認状についてはですね、まあ、スキルというかこれをねあの皆さん手元にあって知ってるか知らないかで初めですね全然あの対応が違うと思いますので一応ねご説明を差し上げました。はいえー、とあの 正直20分ぐらいで終わるかなと思ってたんですけどまたしゃべりすぎちゃってすみません、あのえっと、なくなってすみません、あの一応です、ね、今、高田先生も後ろにいらっしゃってです、ねあの、何か質問があればです、ね、この後受け付けますので、えっと、何か疑問点あれば聞いてください。はい、それではすみませんあの、えっと、タイトルがです、ね、監査法人へ就職前に欲しいスキルということであの、終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした